こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青を始めていきたいと思います。今回は、練習試合2試合をお届けしたいと思います。4位のカルキャピタル東京ですね。こちらまで2週空いてますので、しっかり鍛えるための試合をやりたいと思います。まずはどうしよう、函館ペンタゴン、結果じゃなく過程が大事です。スタメンは練習試合ですね。45分のハーフです。ちょっとかな、大丈夫か。いきなり先制された。インターセプトは痛い。おっと、ここで畳みかけられない。能力は高いんですが、ネルンストっていうのが結構強い守備のチームなんでしょうね。ペンタゴンはお入り口壊れてしまう。お外出すな、消極的です。これははるかが直接キャッチ。本当簡単に抜かれすぎですよね。さあゴール前、いいか、一気に行ってこう。相手の方がなんか選手が多い感じがします。それだけうまくスペースを使えてないんでしょうね。さあ飛び込んでいけないな、相手の壁も厚い。ひらり、これはホイッスルならない。はるかキャッチ、もうほとんど時間はないです。もうこれは試合が終わりそう。チャンス、だが出ましたね。はい、というわけで、練習試合も一周ですね。何がいいんだろう。イーダビスタ、やっぱり
N2 となると落ちますね。スタメン梅投入、はい、というわけでこのメンバーで行ってみますか。再開してみほ、もっとやつ、じゃあこれはさよなんだけど、萌に対してみほかな。チコか、これで行ってみましょう。はい、というわけで練習試合イーダビスタ戦です。さあチャンス緑、ここはしっかり、なんでこれ決められない。さあセンタリングだが、10分以上経過しております。さあユーナ、マドカ、なんでこれ決められないんだ。決定力の不足が影響しております。この体勢持ち込むまでもまだまだ力不足なんですよね。おっと、気をつけないといけない。これは助かりました。セットプレイ、だいぶ前にいますよね、選手が。ファールだ。こちらボールですね。決定打を書いております。さあ、草地子、決めた。フランカリバーズ、選手点です。もう学びの起点はさすがですね。草地子もしっかり決めてくれました。服装するが、ここはなんとかクリアした。これはファール。ノーホイッスル。試合終了。なんとか勝ちましたね。とにかくチャンスをどんどん
潰してしまうんですよね。今のプランターで精度を上げて決めて欲しかった。支配数の相手の方が上回ってますが、ひとまずは勝ちました。はい、というわけで見事、練習試合をお届けいたしました。次回はですね、キャピタル東京ですね、これは強いチームってことになります。以前よりは弱体化してるけど、まだ強いチームっていうことは言えます。油断ならないっていうことを忘れてはいけません。でもしっかり、勝って、つなげたいと思います。応援よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。残り20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。